皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、価値観を明確にしておくっていう、そんな話をするんですけども、これはですね、いい話では実はなくて、あまりよろしくないというか、それじゃあ不足かなというふうに、そんなふうに思ったので、ちょっとそんな話をするんですけど、やることが、できない。やりたいって思ったのに、いないって言ったときに、価値観明確にしときましょう。いわゆるやるのかやらないのか、みたいな。そういう話のときに、それをね、やらないって決めるのか。で、はたまたね、ちゃんとやるっていうふうに決めるのかっていうところに関して言うと、判断基準として、価値観って必要かなとは思うんですけど、そうは言っても、それでもできませんと。そこまではできてるんだけど、いやいや、それでもできない。というふうになったときに、結局、その価値観だけじゃ、そこというか、結果的にできないんだから。で、何が足りないのっていう話なんですけども、結局、価値観っていうのは、考え方とか、っていう方が、多いというか、手帳的に言う。で、結局なんですけど、判断基準ってなかったりする。判断基準っていうのは、もう、本当にそれを、やるっていうふうに決断するかどうかっていう。まさにその、選ぶのとどっちかっていうときに価値観なんでしょうけど、このやるって言ったときに、じゃあ本当に行動に移すとかって言ったときは、もうその価値観とかそういうんじゃなくて、もうね、価値を置かないとダメだと思うんですね。なので、言い方を変えると、やる理由とか、やる価値、そういうものを、ちゃんと、やろうとしてることに対して思ってないと。どっちかなっていう価値観だけでは。結果的に不足になっていて、で、その最後の最後、やるっていう価値とか、やるっていう理由が、本人の中に、ちゃんと残ってるというか、あるというか、出すというか、ね、そういうふうになってないと。結果的に行動に移せないんじゃないか。だから、最終的にやりたいことができない。いうことになるのではなかろうかなと思います。で、ちなみになんですけど、私は、やらなきゃいけないこととか、やらされることだとしても、基本的に全てにおいてやる理由を持ちます。お金のためっていうこと、大半なんです。行動するか否かではなく、もう行動するというふうに決めちゃったとしたら、このやることに関して何の理由があるいうことを、たとえちっちゃくても何か持ってないと、やる気が起きない。実際やらないと、そういうことになりかねない。どういう形であれ、大きくてもちっちゃくても、やる理由、やる価値を見出して、やらなきゃいけないこともやらなきゃいけないんじゃないかなと思います。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。